はい。えー、どうも。えー、でございます。えー、とね、今日はね、あのー、まあ、その、キャスのタイトルが、まあ、彼氏彼女がいない人限定の放送ですってことなんだけど、あの、別にね、あのー、タイトルに深い意味はないです。はい。いや、もうね、今日ね、6月の14日かなの深夜なんですよ。で、もう木曜日の深夜で、今もう2時48分なんですけど、今一応放送してます。 だけどまあね、今日もね、多分ね、あのー、放送に人は来ないと思います。あのー、僕の放送ね、最近ね、あのー、まあ、応援してますっていうね、えー、方は結構、えー、ちょこちょこと来てくださるんですけど、あんまりその、数は来てくれてるわけではないので、コメント拾ったりとかね、そういうのはなかなかないのかなと思いますけども、なのでまあ、キャストは言いつつも、その、僕の、まあ、ラジオになるのかなっていう。 はい、なので YouTube を見ていただいてるその方に向けたまあ放送という形になりますいやねあのねうんあのー、まあ実はさ実はね僕ね最近ねそのちょっとね、まあ、こう応援してるアイドルグループみたいな感じのものがあってですね で皆さんね僕のそのツイッターとかをその見てもらったら結構わかると思うんですけど僕ねあのー、あれですよちあのー、絶対直球女子プレイボールズっていうねそのアイドルグループをねそのちょっと応援しようかなと思ってるんですよ。 でなんか絶対直球女子プレイボールズは、なんかね、こうね、まあの野球をね、コンセプトにしたアイドルグループなんですけど、あのね、かわいいとかそういうのも、なんかその歌がね、こう、なんていうのかな、うん。やっぱ野球にその特化した歌があるんで、やっぱ野球人としてはね、ちょっとね、あの、こみ上げるものがあるよねっていうことでね、なんかね、その、結構こう、ここ、 数ヶ月前に、ね、その彼女たちのこと知って、で、あのー、まあ、YouTube の方でね、その彼女たちのその出してる動画、えー、もちろんそれ事務所入ってるんで、ちゃんと公式のアイドルなんですけど、えー、を見て、可愛いとか思ったわけじゃないんですけど、なんかすごく歌がいいなとか、ダンスがいいな、まあ、可愛い子もいます。可愛い子もいるみんな可愛い可愛いんだけど、でも可愛いとかじゃないんだよね。うん。で、それで、Twitter でね、 の YouTube のね、あのー、その動画を、まあ、共有みたいな感じでツイートしたの、あのー、絶対直球女子プレイボールズの,その歌の,その動画をツイートしたのそしたら普通さまあまあまあどういう姉になってるか分かんないけど普通その例えばよその乃木坂とかねじゃあ AKB の動画ポンってやったら乃木坂と AKB がそれに対してファボするってことないじゃん ないじゃんでもね、絶対直球女子プレイボールズは、僕がその、共有したその動画に対してファボしてくれたんで、みんな6人だから7人ぐらいだと思うんだけど、もうそれを見てね、やっぱね、あの、営業努力なのか、まあ実際問題どうなのかわからないけども、いや、すごいなと思って、絶対直球女子プレイボールズね、すごいなと思ったんですよ。絶対直 旧女子プレイボールズの方々は、あの、こういう僕のツイートに対してもファボしてくれるんだ、みたいなさ、どういうあれになってるか分かんないよ、スタッフがやってるかもしんないけど、いやー、すごいなと思って、その、やっぱ、あの、うん そういうことをね、やっぱこう、されるとさ、応援したい気持ちになるよね。なんかさ、アイドルだからって、とってもオタク止まってるのって、ちょっと違うとうまあ、その、確かにね、スーパーアイドルだったら別にその、ハロプロみたいなね。ハロプロはスーパーアイドルだから、別にそれやってもいいよ。別に、みちげちゃんとかね、いたけどね、昔。いいけど、 でもさまあ、AKB とか結構こう、えー、ファンと近い感じのアイドルになったりとかしたじゃん。で、それよりも、そのもちろんその絶対直球女子はもうメジャーデビューしてるアイドルだと思うんだけど、まあその地下アイドルとか、まあいろんなアイドルが今いる中で、まあファンと近づきすぎって言っても、その気持ち悪い近づきすぎ方をしていいわけじゃないよ。そのなんかこう、あのー、ファンと、まあいわゆるオフパコみたいな感じのこととかね、そういうのは違うと思うんだよ。ファンと枕営業とかね。だけど、そのファンの,そのツイートとか、 ファンのコメントとかに対してなんかこう別にそのコメント返しとかリブ返しとかそういうことする人ってすごく律儀だなと思うんだよ。えー、というのもねなんかあのそういうことしてくれる人って結構いて例えばあの前もなんかこの話したのかな なんかね、あのー、筋肉グマンとか、ケンシロウの声やってる神谷明さんっていう人がいるんだよね、声優さんに。結構ベテランの声優さんなんだけどね。 あの、毛利小五郎かなもうその神谷明さんなんかね、あの、僕、とあるイベントでね、神谷明さんのイベント見に行ったときに、あの、まあ、そのイベント終わった後に、そのツイッターのね、神谷さんのところにダイレクトメールでね、あの、今日お疲れ様でした、見に行きました、とっても良かったですみたいな感じのメッセージしたら、普通 DM 返さないじゃん。で、DM 自治に返してくれたんだよ。やっぱそういうことしてくれると、やっぱさ、こう、うん、一回で、毎度じゃなくてもいいんだけど、一回でもそういうことしてくれると、なんかこの、 この人は、なんか、あ、僕のこと認知してくれ、認識してくれたんだっていうふうに思うから、じゃあ応援しようっていう気になるよね。だから芸能人だからって、その別の、別世界の人間だから、ファンのこと相手にしませんよっていうのはなんか違うのかなと。まあ、だからその事務所とかも、あの、まあ、ツイッターとかもね、例えば絶対直球プレイボールズとかも多分ツイッターとかもその、あの、事務所が管理してると思うんだ。うん、だからその、ファンと直接会ったりとかそういうことしていいわけではないよ。 当然、ね、その芸能人とファンがその友達っていう形でくっついていいわけじゃないけどもツイッターとかさそのくらいのレベルでねあの人と人なんだからファンを大切にするって意味で交流することってすごく大事だと思うのだからそういうことをきっちりツイッターのファボだけどそういうことをきっちりねやってくれてるその絶対直球女子プレイボールズの皆さんのことは僕は応援しようと思ってますはい。 で、こんな話をね、6分、7分ぐらいしてるけど、全然人来ないからね、当然ね。はい。まあ、クソも面白くない話をしました。えー、まあね、ちょっとね、あのー、じゃあいいかな、まあ再現の話しますか。あの、僕ね、とある、その、なんかこの話前もしたかもしれないけど、とある会社から、もうさ、案件を受けてるんですよ。まあ、O っていう会社があって、O から案件を受けてるんだけども、O の上に S っていう会社があって、S の上に E っていう会社があるんだ。 つまり、まあ、下請けの下請けの下請けみたいな話を前にしたんだけど、まあ、その話なんだけどね、い、e、いっていう会社は結構大,大手なんだよね、い、e、いっていう会社はね。で、まあ、いいっていう会社がその求めてるものを、あのー、 S, S っていう会社が受け持ってで S っていう会社はそれを作るために O っていう会社に、まあ、下請けとしてやってくれっつってその O っていう会社が、まああのー、僕らに仕事を振ってるみたいな形になってたんですよでなってたんだけどもなんかその納品したものに関してねその僕らライターの納品したものに関してその情報が付属してる点みたいな感じのものがあってでそれに対してそのっ、e、て っていう会社が、まあ怒ってるっていうか、あらこれはどういうことだみたいな感じでクレームが来たらしいんですよ。その、あのー、S っていう会社にで、S っていう会社は、それに対して、O っていう会社に対して、あなんかこうこうこういうふうにクライアントに文句言われたぞ <laughs> お前らんとこのこれはどうなってるんだみたいな感じの文句をまた言ってきたの、ね。要は責任転嫁しようとしたの。でも、これって正直、その、 えー、それぞれね、例えばね、そのライティングなんで、そのライターが仕事をするのに、当然、あのー、まあ、O っていう会社と、その E っていう、あ、S っていう会社が E と僕らとの間に入ってるわけですよ。で、その中にディレクターとかチェッカーとか何人もいるわけで、で、それを最終的にライターのところまでなすりつけるっていうのはちょっと違わねえかと思う。だったら、そもそも S っていう会社の存在意義って何っていう話だし、O っていう会社の中にもディレクターいるのに、完全になるディレクターのチェッ ミスじゃんこれってこういうのをさ、その責任転嫁して一番下まで持ってくっていうのはね、どうなのかなと思うんだよ。だから反省してほしいよねっていうのを思ってて、こういうことあった上でね。で、こいつのね、そのね、S っていう会社のね、代表者の Twitter のその URL とか俺晒してもいいよ、正直。まあ、徹底的にね、あの、潰してやってもいいんだけど、うん、だけどまあ、うん、ね、かわいそうだからやめてあげようかなと思ってるんだけどね。 かわいそうだからと。もう、かわいそうっていうか、もうやる意味もないかな。うん。だからさ、その <laughs>、仲介業者ってさ、その仕事を仲介するのさ、その仕事を丸投げすることをね、仲介だと思ってる馬鹿がいる。あ、一名様いらっしゃい。仕事をね、そのね、仲介するね、あのー、 ことをがその仕事だと思ってるのが仲介業者がいて仕事を丸投げするんじゃなくて当然ねその仕事を仲介する際に、えー、当然ね あの元の,そのクライアントがまあこ,うこ,うこういうものが欲しいって言ってましたっていうねそのすり合わせをした資料っていうものをね下に引き渡さなきゃいけないわけですよだから必要その元のあったそのクライアントの意向が分かるものを下に流さなければ当然それってできてこないことじゃないですかでそういう必要事項を伝えてなかったってことはもうその伝えなかった方に問題があるんですよねだから今回そのまあ 大元のその E っていう会社が S に何かこうこういうもの欲しいですって言ったのかどうかはちょっとあの僕は存じ上げないけども S, S から間違いなくその O っていう会社にはそれは伝わってきてないんで、うん、非常に問題だということがあって、今その O っていう会社にその責任を全部なすりつけようとしてるわけですよ。まあ、S っていう会社がね。で、まあその、よくわからんけども、なんかこうあった場合はね、その御社に対して魔法的、えー、手段を持ってね、あの裁判を起こしてね、訴えるぞと言ってるわけですよ。 でもさ、それってさ、責任の所在がどこにあるのかっていうことだけども、責任の所在っていうのは、当然、中間に入っている業者にあると思うんですよ。まあ、そのね、追ってみなきゃわからないよ。その事実関係みたいなのも、あのー、してみなきゃわからないけども、だって伝わっていないことに対して、やれって言われて、うん やれって言われてっていうか伝わっていないことに対してじゃあやってこなかったからって後になってからああこうこうこうだったんだっていう後付けでねだってもうそもそもその S っていう会社はお金支払っちゃってるわけだよ当然いいもん払ってるわけで愛知名様いらっしゃいもうねお金をね支払ってね納品してお金を支払った後に文句言うっていうことはね IT 関係のことやってる人からすればこれない話なんでうん まあ、後クレームですよ。だって E っていう会社だって、それチェックしてるはずなんですよ。だから、チェッカーは何をしてるのっていうことじゃないだって、例えば、その記事投稿して、記事の内容に対して不備がありますっていうのは、納品された時点でチェックしなきゃいけないわけでしょ当然、その E っていう会社だって、あの、S っていう会社に対してね、納品された分のその給料を支払ってるわけですよ、おそらくね。 で、これ分かりやすいところで言うと、まあなんか、まあ要は、あの、E っていう会社は S に対してね、まあ一つのね、その案件に対して1万、えー、2千円ぐらい、1万2千円ぐらい支払ってるんですね、一つの案件に対して。で、その1万2千円で S が受けたのを、えー、結局、あの、まあその半分のね、6千円ぐらいで O に振ってるんですよ。 王は、えー、まあ、3240円でね、まあ、ライターに振ってるんだけど、結局半々半で取って、だから、いいっていう会社からすれば、一本あたりのね、その、コンデンズに、1万2000円も支払ってるのに、この内容ってどういうことっていうのはね、これはわからん話ではないわけじゃないですか。 でも、その一番末端のそのライターからすれば、3240円の品を出してるわけですよ。変な話ね。えー、要は、3240円ぐらいのものしかできてこないよねこれ当然じゃないですか。一番上が12000円払ってても、その間の人たちが徴収してるわけだから、えー、そのね、クオリティの、あのー、質をね、あのー、 質の差ままあまあこのギャップだよねあのこれだけ1万2000円のものとその3240円のもののギャップを埋めるためには相手に入っている人たちがその隔たりみたいのをその埋めるようなねそのディレクションの仕方をしなければならないのにもかかわらずそういったものを怠っておいてだってそうでしょだんだんにその利益を 聴取してるわけじゃないですかで当然それするには、当然仕事仲介だけじゃなくて、ディレクション業務とかチェック業務みたいな感じのものを、それぞれが請け負ってなきゃいけないし、当然その間の業者には、その請け負ってる分ね、あの、リライトしたりとかっていう、するようなね、あの、もっと質の高いライターがそこについててね、えー、リライト業務をするとかっていうことを行って納品するわけですよ、本来は。で、それもせずに、その0.8円で作、あの、 ね、作ってきたの3,240円だけども、えー、4,000に3,240円のもので納品されたものをね、そのままそっくりチェックもしないでね、あの一番上の E に引き渡してで文句言われたっていうことを、一番下にまため、ま、ぐりめぐってね、文句言ってきてる時点ってちょっと違うんじゃないのかなと思うんだからあの、一番上の会社の名前ちょっと出さんけども、結構大手なんですよ。 あのー、結構大手の,そのキュレーションメディアっていうか、あのー、いろんなそういうウェブサービスみたいな感じのものを展開してるところで皆さんも結構ご存知だと思いますよ名前は出さないけどもね。 で、その間に挟んでるのがその、まあ、とある会社ととある会社なんだけども、そのとある会社は別にその有名な会社ではない。だけども、とある会社が下請けで、それを受け持ってる以上ね、えー、そこに、間に入ってるディレクターとかが、そこは責任を負わなきゃいけないものを、一番下の末端のライターにさ、あの、大して金ももらってないね、ライターにね、そこを振ってる、その責任を取らせるっていうこと自体ね、僕はね、おそらく間違ってるんじゃないのかなーっていうふうに思ってます。はい。 だから今その件に関して、あのー、その件に関して、あのー、今ねその王の、あのー、っていう会社の、ね、中にいる、まあ、その修正業務を今回していただいている女性の方とね、あのー、チャットでこうお話をしてるんだけどもやっぱりね、まああのー やっっぱりみんなな苦労なさってると思います、はいうん、そういうもんじゃないかなっていうふうにはいだから、ね、やっぱりそのお怒りですよ皆さん俺はもうねあのー、末端のライターも怒ってるし、うん、本当になんかなこう下に行けば行くほどやるせないんだなっていうことは十分今回なんか分かったような気がしてうん 元はといえばね、その一番上のね、そのい、e、いっていう会社とね、その末端の人間がね、あ、一名様いらっしゃい。末端の会社がね、つながっていれば、あの、何の問題も起きないんですよ。でも、仲介業者とかが入ることによって、それで質って落ちちゃうわけじゃないですか。だから、ね、変な話、あの、例えばよ、あの、10万円の指輪を作ってくれと。 10万円の指輪を作ってくれと言われて、一番下の指輪職人が1万円の指輪、1万円しかもらえてなかったら10万円の指輪を作るのは無茶なんですよ。そういうような話を私はしてるんですけど、そういうね、その、へたたみたいなこっちのものを埋める作業を真ん中の人たちはしにゃいかんのに、ただただ利益を徴収してるだけっていうような、その考え方自体がね、僕あんまり好きじゃないんだよね。 で実際問題、僕もねあのライター使ってるんで、当然僕受けた案件っていうのは下のライターに振ってます。<laughs> ねまあ、その半々っていう話があったけども、当然例えばね、まあ、今回0.8円で受けてる案件は下のライターにね、まあ、そのディレ僕のディレクションみたいな感じの込みでね、あの大体0.5円ぐらいで振ってるんですよ。まあ、半分は取ってないけども、まあ、まあ、0.3ぐらいは取ってるんですよ。 まあ当然その間に伝えて連絡上、連絡伝達業務以外のことも、まあやることとかもいろいろあるので、当然このくらいを取ってと、かるべき当選の額だと思うんですけど、でも末端のライターからすれば2000円なんですよ。僕の下にいる末端のライターからすればね。 もともと1万2000円のものを最大、末端のライターが2000円しかもらってないのに、末端のライターは、まあ、今回修正業務をね、末端のライターにお願いするということでねあの、まとまっているんで、末端のライターが一番かわいそうだよねっていうのがあって、うん。いや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 と思いました。僕、本当に今回の件に関しては、ちょっとライターがかわいそうだなっていうのは。 うん、そこをね、僕は受け持ってあげれればいいんだけどね、そうそうそういうことにもいかんからね、あのこればっかはね、わ、まあ、かりやすく言うと、その記事の中の,その内容に対して、あのそれがその、いわゆる、ね、その正しい内容なのかどうかっていう根拠みたいなのを示してくれっていう話を上が言ってるわけですよ。 要は、例えば、この情報っていうのはネットにいろいろ拡散されてて、その情報の真偽っていうのはさ、実際問題にわからないわけじゃん。いろんなこう情報が飛び交ってる中で、その情報が正しいか否かっていうこと。 でその正しいと思う根拠ってその正しいと思われる記述そして出しているその記述を出しているところが信用性のあるものかどうかっていうこととかっていうのも全部相重なっているわけじゃないですかでその根拠っていうのは全ての記事の全ての内容に対して出してくれっていう形で今回修正業務かみたいな感じでライターに出されてるんだけどライターすに納品されているならお給料ももらってるんですよ で、それなのにそういうことをやらされるっていうこと自体、別途にさ、その、お金もらいたいぐらいなんですね。で、全、ま、くいたい2000円で受け持ってるんですけど、あの、リサーチ、まず1記事書くのにリサーチの作業があって、リサーチっていうのはま情報を、えー、まあ、その、探してくる。で、リサーチ後執筆。 で、一応自分でチェックはするけども、リサーチのうち,ち執筆ってことで1記事、1基地4センチだけども、どのくらいの時間かかるかっていうと、まあ、愛知名様いらっしゃい。はい、まあ、大体、えー、2時間 ?2 時間 ?2 時間 うん、2時間、1時間、2時間かかるわけですよ。で、まあ、仮に2時間かかる、リサーチと含めて2時間かかって2000円ってさ、それ時給に換算しても1000円でしょでも在宅でその仕事できればいいじゃんって話だけども、当然ここに修正業務っていう話なんてくるんですよ。修正業務みたいなの入れるともう3時間、4時間かかってきちゃうんですね。そうすると、もう時給に換算したらもうあった話じゃないわけですよ。 だからライター時代の生,計その生活かかっててもうすでに終わってる案件なんで別の案件に取り掛かってると思うんですよね、えー、これを本職としてる人はでそういう人に対してこの終わった後に、ね、修正業務を課すっていうのはここはもう別途に給料支払わないと問題起きるぞっていうふうに思います、はいまあ、そういう、えー、話でございますけどもね、はい まあなんか今日もね、4人の方がね、一応来てるんですけども、やっぱりツイキャスなんで、まあその素通りしてる人が多いですね。でも彼氏彼女がいない人限定の放送っていう形でやっぱり言ってるんですよ、それタイトル気になってくる人がいると思うんですけど、でもなんか彼氏彼女がいない人限定の放送っていうと、彼氏彼女がいない人だけのそういう話をするのかなとか、もしくは彼氏彼女がいない人がこう集って、 手集まってコメントし合って彼氏彼女になっちゃったりみたいなこと期待するのかわかんないけども、まあでもそういうなんか社会的なこともあるのかなとは思いますけどね。はい。まあ、でもあのー、YouTube の方でね、あのー、コメントとか結構こう励みになって聞いてるので励みになってますので、まあ、あのー、よろしければね、また YouTube の方で皆さんコメント高評価、えー、チャンネル登録等ねしていただければと思います。えっ、ー、と今日のところはこんなところで終わろうかな。えー、はい、ドミーでした。ありがとうございました。